第32軍の野戦築城隊という部隊と、あとはこの早原町の近隣住民の方々と国民学校の生徒さんたちの力で掘られたというふうに言われています。大体掘られた期間として5ヶ月間ぐらいで掘られたというふうに言われてますね。土の材質としては砂岩と泥岩が主になってます。比較的こう柔らかく通りやすいんですが、まあ、逆に言うと脆くて崩れやすいっていうのもありますね。砂岩と泥岩の部分で、左右の方ちょっと穴が開いている箇所があるんですが、これは香木の穴ですね。当時の香木も残っています。で、琉球松という松の木をですね、門のような形に組んで、こう香木として豪華崩れないように補強していたんですね。それらの多くはほとんど火炎放射器の影響で燃えてしまったり、こう戦後になって壕の外に持ち出されてしまったりというような状況で、今では残っているんですが、ちょこちょこ香木も残っていますね。で、香木のような左右対称になった相手の方が来るかと思います。ゆっくり観察しながら進んでください。この壁当て上黒くなっているのが分かりますでしょうか。先ほどもお話したんですが、火炎放射器の影響なんですね。沖縄陸軍病院が南部に撤退した後に、米軍がこの壕の中に火炎放射器を持って火を入れた時に、この香木ですとか、あとカーテンとか毛布とか燃えやすい可燃性のものが全て燃えてしまって、この壕内が火災のような状況になったんですね。それで香木も炭化していて、壁も黒く透けているという状況です。場所によって肌色っぽい箇所とこの黒く透けている箇所があるんですが、もともとの色はこの肌色のような色というふうに考えてください。これが火炎放射器の影響で黒く透けているんですね。じゃあ天井と足元気をつけてゆっくりゆっくり前の方に進んでください。今私たちが歩いているこの十字路より手前の箇所は勤務者室になっていますね。左手側の方に寝台が並んでいて、こちら勤務者の方々のベッドが並んでいました。当時としては半分がベッドで半分が通路ですね、というふうに考えてください。このように全て通路として使っていたわけではなくて、片側をベッドで片側を通路というふうに使っていました。足元気をつけてください。後部の穴が開いているので詰まったないようにの方に十字路も見えてきます。はい、こちらが十字路ですね。天井気をつけてください、ね。はい、この十字路を隔ててですね、こちら、19号越えの連結通路になっています。現在、ここから来て奥の方に進むことはできません。こちら19で、今私たちがいるのが20号越えですね。で、反対側が21号越えになっています。19、20、21というような感じです。で、この十字路のこのスペースが中立場で、ここから先は負傷兵の方々が通りして、今まで歩いてきたところは勤務者室、この十字路を隔てて、先は負傷兵の病室になっています。反対に右側の方にベッドが並んでいて、2段ベッドですね、寝台が並んでいるというふうに言っています。当時の手術というのはこの傷口が腐ってしまうのを防ぐための切断手術が主だったんですが、移動式の手術台というのを持ち運んで、こちらで手術が行われていたそうです。
で当初麻酔薬もしっかり使っていたんですが、麻酔薬が不足した際には麻酔なしでの手術も行われているというふうに言われています。でこちらでですね、軍医さんや衛生兵の方々と一緒に働いていたのが姫入学徒隊の方々ご存知でしょうか。で県立第一高等学校の女子部の生徒と沖縄師範学校女子部の当時で大体13から17歳、18歳ぐらいの女性の学生の方々がこちらで働いていて、で彼女たちの仕事というのはこの手術の際に切られた手足を外に運び出す役目だとか、あとはこの患者さんの食事の世話だったり、あと糞尿の世話ですね、あとはこの包帯交換なんかを行っていたというふうに言われていますね。でこのその姫入学徒隊の休憩スペースとして使われていたのがこの21号号への連結通路なんですね。この通路の場所を休憩スペースとして使っていて、こう横になるスペースは取れなかったんですけれども、薬箱なんかに寄りかかってこちらで休んでいたというふうに言われていますね。でこちらが何で手術場というのが分かったかと言いますと、あと聞き取りなどの証言記録もあるんですが、あの発掘調査、考古学的な発掘調査を行った際にピンセットですとか注射針、注射器なんか手術用具が結構出てきたんですね。それで手術場というのが判明して、でこの開放射器の熱でもピンセットなんかも歪んだ状態で、注射器もこうぐにゃって溶けたような状態で出てきたというふうに言われています。こちらが手術場ですね。足元、天井気をつけておくのがいいね。こうなんですが、これ見えますかね。生姜の蛾っていう字とか三菱の菱っていうのが書いてあるんですけど、朝鮮韓国の読み方で韓っていうふうに読みますね。日本名で京とか江とか読むんですけど、このあのちょうど先ほどこちら負傷兵の方々の病室っていうお話したんですけど、二段ベッドの上の方に、朝鮮から動員された兵隊の方が横になっていて、でおそらく彼がこの自分の名前だったり親戚の名前だったりっていうのを刻んだんじゃないかというふうに言われていますね。これがその感じに結構ね、この乾燥とか薄くなってしまっているんですが、こっちに3つほど感じが残っているという状況ですね。はい、水がこう溜まらないように緩やかな斜面にすることで棒の外に水を出していたというふうに言われています。で今私たちがいるところが負傷兵の方々の病室ですね。ゆっくりお進みください。はい、こちらちょっと、左手の方に大きな穴が開いているんですが、これは薬品類などを保管する倉庫として使われていた穴ですね。こちらに棚を置いてですね、医薬品ですとかあと医療用具なんかをこちらに保管していたというふうに言われています。で、今私たちがいるところ病室なんですが、負傷兵の方々がちょっと戦闘が激しくなった際に増えた時にはこちらにも一人二人負傷兵の方が寝かされていたというような証言も聞かれます。こちらが倉庫として使っていたんですね。天井高くなっているんですね。この辺は元々の当時の壕の大きさというのはこの今鉄骨と金網が囲われている範囲だというふうに考えてください。それよりも天井が高くなっていたり壁がちょっと奥になっているのはその分だけ土が落ちてきてるんですね。この崩落した箇所の部分だけ空白になっているというような状況です。この戦後60数年の間にこの辺の環境も変わっていてですね、石も崩れて落ちてきたりだとか、あとこう壁が白くなっているのはですね、土の中に含まれている石灰成分の染み出しですね、それでちょっと白く変色しているというような状況です。でこう鍾乳洞に見られるつららのような鍾乳管ですね、それもちょこちょこっと見ることができますね。石灰の染み出しによって鍾乳管のようなものもね、できています。団体の方々が一緒になって南部の方に撤退していったんですが、その時に歩けない患者さんをですね、ちょっと置き去りにこう足手元になってしまうので置き去りにしようという話になって置き去りにして、でその歩けない残っている患者さんの方を処理するためにですね、青酸カリなどの毒物が上からちょっと命令で配布せよということになって、それで配布されたというような話も聞きました。